お花紙を使って教えのウグイスを作りました。まず元にしたいウグイスのイラストを油性ペンでなぞります。下に映りますので必ず敷き紙を敷いてください。絵が重なる部分も点線で描きます。だいたいなぞれたら裏返して線の上をクレヨンで塗りつぶします。ボール紙の上にイラストを重ねて、まず羽のパーツをなぞってみます。クレヨンがカーボン紙の代わりになりくっきりと映ります。背中の部分と腹の部分も同じようにしてなぞります。写した線に沿って切り離します。これで羽と背中とお腹の3つのパーツができました。お腹は白のお花紙を使います。型紙より一回り大きくちぎったら、残っているお花紙をくしゃくしゃにします。型紙の大きさにだいたい合わせたら、糊をつけて貼り付けます。型紙の大きさギリギリになるように周りを整えます。余分なお花紙は切り取りましょう。次に裏からぐるっと糊をつけて、最初にちぎっておいたお花紙できれいにくるんでいきます。形を整えて余分な部分を切り取れば、お腹のパーツの出来上がりです。背中のパーツも同じようにして作ってください。曲がりがきついので丁寧に作業しましょう。もし途中で破れてしまったら、二重にお花紙を貼っても構いません。お腹と背中のパーツをぴったりと合わせたら、裏側から糊をつけた紙で貼り合わせます。羽のパーツも同じようにして作ったら、型紙に合わせて胴体の上に羽を貼り付けます。くちばしは茶色のお花紙で作ります。水のりを手につけて揉むようにすると、だんだん紙粘土のようにまとまってきます。細長い形にして先を尖らせます。型紙に合わせてくちばしの形に切ったら、イラストのように貼り付けます。目は黒い丸シールを貼り、修正ペンで光を入れます。足は10センチほどに切ったフラワーワイヤーと茶色のフローラテープを使って作ります。フローラテープを1センチ5ミリぐらいに切り、フラワーワイヤーの端に巻きつけます。これを6本作ります。1本の足に3本使います。2本は長めに、1本は短めにして、5センチぐらいに切ったフローラテープで巻いていきます。短い1本を手前に倒し、親指のような形に曲げたら、残りの2本を軽く曲げ、足の形を作ります。もう一本の足も同じようにして作ります。出来上がった足は木工用ボンドで貼り、乾くまでそのままそっと置いておきましょう。反対向きのウグイスを作りたいときには、型紙を左右反対に置き、同じようにして作っていきます。
出来上がったウグイスは梅や桃と組み合わせて飾ると綺麗です。